はいどうもリハビアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますのでよろしくお願いします。今回のテーマは原因の特定が難しくて発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される筋筋膜性腰痛症についてリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますのでよろしくお願いします。このチャンネルでも何度かですね、この筋膜については取り上げさせていただいているんですが、改めてその解説をさせていただきたいというふうに思います。じゃあ筋膜とは何か。筋膜というのは筋肉を包んでいるこの膜のことを言います。でこの中には血管であったり神経であったりリンパ管というものが通ってまして、それが骨ですとかこう内臓にもつながって、さらにそれが全身に張り巡らされているという特徴があります。でこの筋膜が捻挫であったり骨折手術なんかのいわゆる過去の怪我であったり、それから不良姿勢ですとか仕事やスポーツに伴うこう反復動作によるオーバーワーク、いわゆる使いすぎであったり、それから待機が不安定になったりですとか、ストレスとか不十分な栄養ですとか、それから体調不良になったらいわゆる自律神経が乱れるなんていうことによってこうよじれたりねじれたりするということで動きが制限されてこう炎症が生じて発生する腰痛を筋筋膜性腰痛というふうに言います。その特徴としては腰の中央から片側にかけて痛いということ、それからある特定の動きをすると痛いという、それから下肢足の痛みがある時もあるという、それから男性女性問わずあらゆる年代の方に見られるという特徴もありまして、さらに付け加えて言うと痛みが日によって変化する、いわゆるこう波があるということ、それから痛む箇所と痛みの原因が同じ場合もあれば違う場合もあるなんていうことも特徴になってきます。でこのタイプの腰痛解消を目指す際にはその過度な負担がかかっている筋肉筋膜の部分がどこかというところで正しくこう見極めた上でその箇所をしっかり伸ばしたりほぐしたりするアプローチというのが有効になってきます。でこの筋筋膜性腰痛では主に4つ挙げられています。1つ目が脊柱起立筋群と言われている背中の部分、それから2番目が腰方形筋という筋肉、3番目がお腹の近くにある内腹斜筋外腹斜筋という筋肉、それから4番目が広背筋や大臀筋という筋肉に特に痛みが生じやすいという傾向がありますので、ぜひこれらをですね参考にしていただけると幸いです。でこの点を踏まえた上でここからはこの筋筋膜性腰痛への具体的なアプローチとしてストレッチやエクササイズの方法と生活改善ポイントについて解説をさせていただきます。この筋筋膜性腰痛原因部位によってですね痛む箇所というのは異なりますので、その正しい箇所の筋膜をしっかりリリースをしてこうねじれやよじれをこう修正する、元に戻した上で正しい筋肉の動きを引き出すというところがですね基本的なアプローチになってきます。で特に背中の脊柱起立筋に原因がある場合はこう腰や背中を丸めるリリースというのが有効ですし、それから腰方形筋の方は体をこう倒すこういう動きこういうリリースの仕方が有効です。さらには内腹斜筋外腹斜筋の場合は体をひねるぐーっとこうひねるというリリースが有効ですし、それから広背筋や大臀筋、特に大臀筋に関して言うとこのこう足を組んでですね、こう体の方にぐーっと近づけるというリリースが有効になってきますので、ぜひこれらスライドをもとにですね参考にして実践していただきたいのですが、これもですね注意点が2つあります。1つはこれ秒数や回数載せさせてはいただいてるんですが、これあくまで目安になります。実際にはこまめに休憩を挟みながら疲れが残らない程度で行ってください。2つ目のポイントは痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまでする必要はありませんので、ぜひこの点はご注意ください。さらに生活改善ポイントとしては、普段の暮らしの中から筋の緊張が増大しないようなですね、普段の姿勢とか動き方を意識してこれを修正してください。特定の動きをしてしまうと痛みが出やすいので、これを普段から意識して修正するということが大事なポイントになってきます。
加えて交感神経が優位になってしまうと、それで血行が悪化して痛みが生じる悪循環を引き起こしてしまうため、自律神経を整えて副交感神経を優位にする、つまりリラックスをするということは有効ですので、ぜひこのあたりもですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。